おぼろとは、ぼんやりとかすんではっきりしない様子を言います。これはおぼろ昆布です。おぼろ昆布はおすましに入れます。ぼんやりと霞んではっきりしません。ちらし寿司、巻き寿司におぼろを使います。まず錦糸卵を飾って、おぼろを飾って、海苔も入れます。ちらし寿司ができました。さあ召し上がれ。愛子ばあちゃんでした。